ウガール・ケラモフ、MMA 戦績17勝4敗、6回の KO 勝ち、7回の一本勝ちを誇るフェザー級の選手で、打撃寝技でもフィニッシュできるオールラウンダーです。ライジンからベラトールに主戦場を移したムサエフとは同門になり、スパーリング、組手などを行う三打。ソビエトにおいて軍隊格闘術と言われる三本をバックボーンに20歳で MMA デビューしています。デビュー戦こそ判定負けしますが、そこから4連勝、3回の一本勝ち、1回の KO と全て1ラウンドで決着させています。しかし続く試合で2連敗し、1年半試合から遠ざかります。しかしここからケラモフの連勝劇が始まり、4年間の間で9連勝、9連勝のうち不戦勝を除いて全てで2ラウンドで決着させています。すると2019年ベラトール234にてベラトールデビュー、1ラウンド90秒にて KO 勝利、これより10連勝達成。しかしベラトールでの試合はこの1試合のみ。ここからライジンへ参戦が決定。ライジンデビュー戦はカイル・アグオン、両者激しい打撃の展開になります。ケラモフのオーバーフックがカイルを捉え、一瞬ぐらつかせることに成功し、打撃でリードします。2ラウンドケラモフがカイルの片足を取りタックル成功かと思われますが、カイルにうまくかわされ、すぐに三角締めに移行されてしまいます。深く入ったように見えますが、抜け出すことに成功。そこから難なく試合をこなし、判定3対0で見事勝利し、11連勝達成。そしてライジン28にて斉藤豊と対戦が決定。コロナで14日間の隔離を経て試合となります。両者打撃を当てる中、ケラモフがテイクダウンに成功。しかしここでロープつかみ、パンツつかみを行い減点。ここから何度かテイクダウンに成功しますが、度重なる反則、減点が響き、判定2対1で敗北。7年間続いた11連勝が途絶えてしまいます。そして1年の時を経てライジン35にてパンクラスバンタム級王者中島太一と対戦が決定。序盤中島に打撃を当てられますか、片足タックルからグランドの展開になり、そのままパウンドポジションから三角締めに移行し、1ラウンド2分にて一本勝ち。そしてライジン37にて急成長中の山本空と対戦が決定。1ラウンド目から腕十字を狙われますか、見事対応し抜け出すことに成功。そこからテイクダウンからパウンドするなどして試合を優位に運び、打撃、テイクダウン、グランド技術など全て高い水準を見せつけ、見事判定勝利。そして2023年4月、堀江義則との試合が決定しています。